ライブライフをご覧の皆さん、どうも、はじめまして、エマートさんじゃない、エマソです。エマソでした。お笑いコンビ、エマソ。女芸人ナンバーワン決定戦、ザ・ W では、3年連続で決勝へ進出するなど、今、高い注目を集めています。今回、テレビ東京のプロデューサーとタッグを組み、単独ライブを開催。これまでにない新たなチャレンジへの意気込みをお聞きしました。賛否両論になるかなマジですか、吐き気する人かギリギリと12、3年目になるんですよね、はい、なんかすごいじわじわな感じがじわじわするんですけど、うん、本当にこの番組で売れたみたいなのはあんまりないかもしれないですね。ボーンって行きたい気持ちはあるんですけど、はいはいはい、なんか地道に行ってるなって感じ。なんかでもこう変化ってあります？ありますね。どんどんその行儀良くなってる感じがしますね、はい、元が行儀悪すぎたっていうのはあるんですけどねでもなんか今年は下ネタ封印するっていう話をされてましたけど、ね、もう完全にね、はい、そうなんですか、はい、大丈夫ですか？もう1ヶ月2ヶ月ぐらい経ちますけど、まだダメです今もなんか 言ったあかんこと言いそうになったんで黙りました言ってみたんで大丈夫ですけど、なんか森上さんが見て、なんか加納さんちょっとこの辺変わったな、最近ちょっとまあね、お金もまあ、ね、ちょっと余裕も出てきてみたいな、どうしますか？リュックやめてトートバッグになったんですよ何がどうでもええやろでも分かる、芸能人ちょっと大きめのやつですよね。その若手の芸人ってリュック背負って、ね、なんかそこに小道具とかいっぱい入れたりするんですけど、なんかトートバッグになってて誰が知りたいそういうことじゃないのよ。ライブの魅力とかそういうの語っていくからカバンとかどうでもいい、売れたんかなってパンサーだけ売れたんかな、うちまだあのリュック背負ってるんでこうやって大阪来させてもらったりするのもそうですけど、はいはい、なんかすごくやっぱ最近なんか荷物多いんですけど、はい、まだ逆に村上リュックでいけてんねやっていうなんでこんな少ないの、はい、逆に、うん、私あの旅上手でやっぱりその1着しか持っていかないんですよ、ね、何もかも何もかも、はい、服とか服とかもそう、何でも1つ何でも1つなんですか、はい、パソコンとかもないし、なんか持ち歩かなあかんもんがない、うん、ないから、うん、そうですね、この大阪仕事 もう旅のカテゴリーから旅上手では関係ないですもん、ね、マジ今日夜何食べるかしかまず最初に考えることそうですか、はい、決まってるのか、ちなみに何食べるかは。いやちょっと焼肉も食べたいし、興味ないね、焼き鳥も行きたいし、何で時間割いてまあ粉もんも行くかはしごしますじゃあ実際その生のでお笑いを見るとかライブを見るっていうところの魅力みたいなのってどういうとこかなっていうのを伺いしたいんですけど、あちょっとまあテレビとか映像も最近こう TVer とかもあって、はい、一人で見るものによりなってきてるじゃないですか。昔はまあテレビ割と家族で見るものとか、そっちの方がこう共有するものやったのが、今映像コンテンツってもうかなり一人で見るものっていうふうになってる中、まあ、ライブはこう他のお客さんと共有できる、演者とも共有できるというか、ある種共犯関係みたいなものでこう一緒に作ってる中の一つという感覚はありますね。いかがですか？同じ意見です成功飯のことしか考えないですね、もうちっくらになってきてますね、聞いてもないですそういうライブが3月に大阪であるんですが、はい、今日もちらっとお話しします。ちょっと大阪の、まあ、アウェイ感までいかないですけど、なんかあるっておっしゃってませんでしたっけ、ラジオで。芸になってから大阪で育った感覚がないので、はい、まあちょっとなんか遠征とか凱旋してるぞって感じは全くないです、はい、ないですね、はい、お邪魔しますの感覚です。滑稽のライブについてもちょっと伺いたいんですけど、はい、これはこうもともとこうテレビ東京の大森さんとのこうタッグを組んでやるっていうの経緯はあの番組からですか？はい、そうですね、初めてお会いしたのはあの番組に、はい、奥様すという番組を呼んでいただいてやったんですけど、はい、まあ、大森さんの作るもの面白いなと思ってて、はい、お声かけしてなんか作りましょうって
あ、エモスさん側からお声掛けて。私がそうですね、ご飯行って、うん、はいはい、でもライブかどうかは分からなかったんですけど、うん、なんか番組なのかなとか考えてたんですけど、はい、せっかくならライブしましょうって言っていただいて、はい、共同で企画演出するとどういう感じの役割分担になるんですか？あ、でもまあ中身というかネタは私が書いてっていう感じですね、はいはいはい、演出とか映像とかはテレビ東京さんにお願いしてます、うんうん、はい。どうでしょう、今言える範囲でこんな感じになるっていうのって。あー、でもまあ賛否両論になるかなマジですか、はい、物議を。わかんないですね、ちょっとやってみないと、うん、普通の笑いライブの感じで来ると、うん、もしかしたらちょっと、はい、吐き気する人吐き気吐き気出ます、うん、はい、コントネタがと映像みたいな感じです。ちょっとまあそこもまだ、はい、あ、なかなか。まだうちも知らんねん切れられてもあれですけど、うん、知らないです、まだね、聞いても教えてくれない、教えてくれないですか、うん、とにかく来て見てくれたら分かるって言うてましたカメラ目線で、メッセージをいただけますでしょうか、はい、これ下ネタじゃなくて大丈夫ですよね。なんでですか。大丈夫ですよね。ちょっと色、いや色っぽく感じたから。ブラブラしてた。ちょっとしちゃったんで。そっちの都合やね。いや、そうですね。それはそうです。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。